昨日、私の新規県庁職員としての採用した職員への激励、また励ましの言葉の中に、人々の心を傷つけるものがあったということを厳しく受け止めております。辞職をご決断なさった理由について、ご自身 のご発言のことが理由になっているというよりも、リニアの問題に首がついたということが大きかったのかということ。理由はですね、2つです。やはり私の不十分なこの言葉遣いによって、人の心に傷をつけたということですね。これはやはり大きいです。これは意図せざる形で人に傷ついているということで、皆さんのご指摘が県議会の方々の、県民の方々のご指摘によって知ったのでですね、これはですね、気づいてなくて言われて気づいたということですから、ですからここはですね、反省するべきことだと。6月定例会初日をもって、知事の職を辞すということに、ご自身としては今希望を持っているということでしょうか。これは議会のご承認賜らないといかんので、この辞表がですね提出されまして、それを理由も含めて、ご覧になってほしい、そしてそれを委員会に移されて、でそこで可決されればですね、正式に辞表ということになります。大きかったのはリニアです。私はこの4期目はこのリニアの南アルプストンネル工事から、南アルプスの技術と、それから生態系環境、こうしたものをいかに守るかということに心を砕いてまいりました。そして、JAL 東海さんと真摯な対応を続けてきたわけでございますけれども、昨年、社長さんがお代わりになって、全くこの雰囲気が変わりまして、いい方だと、画期的なことは2027年に必ず仕上げるんだと、ですね、とおっしゃっていたのが、昨年の暮れ12月に、2027年以降に変更すると、正式にこの国交省にこの事業の変更を申し出るとおっしゃって、でこれはですね、私はこのジュニア問題を解決するのはこの事業計画を見直す以外にないと従来から思っておりました。でこの事業計画の見直しに丹羽新社長さんが踏み出された、川勝知事が自身の公認候補として渡辺修氏に今後の建設を任せたいという打診をされたと、渡辺修氏も、東京の方で取材に応じて語ったと出ておりますけれども、そういったことがあったんでしょうか。またどういった意図で渡辺氏にその打診を行ったんでしょうか。これはですね、約束を果たしただけです。すなわち渡辺修さんは国会議員になられる前、県議会議員をされていたということで、私が知事選挙の時に何度も応援してくださったわけですが、その時にですね、自分も県議会の経験もあり、手の舵取りをしたいとおっしゃいました。ただ、川勝が出るのであれば、私は出ないとおっしゃったわけです。そういうことですか。じゃあ、私が出ない時には、連絡を差し上げましょうというふうに約束したわけですね。ですから、昨日、その辞職のことを言おうと思っておりましたので、その前にですね、電話差し上げて、これで約束は果たしましたと。いうことを言ったので、人を選ぶのはこれは有権者ですから、後継者という約束を果たしたということにつきます。知事としては公認として、公認自身の公認として渡辺氏に打診したという認識ではないということですか。全く違います。約束を果たしたというだけのことです。